コロッケ買ってきました。イエイ。このコロッケは100円しなかった、セブンイレブン。食べるよ、もう食べちゃうよ。結構お腹空いちゃったよ。公園やってきたよ。コロコロコロッケ、美味しい役職って知ってますか？なんかコロッケの歌があるらしいよ。なんかね、中学生の頃友達が、なんか私がどっかのスーパーの歌を友達に歌ってあげたら、じゃあこれ知ってるって言って、コロコロコロッケ美味しい約束って歌ってくれて、何それって言っていつも友達と歌ってたんだけど、どこのスーパーだろうこれ。ああぬるくなっちゃった。はあ、疲れた。明日早いな。明日早い。なんで明日早いの。覚えてないし、明日のダンス。あ、でもこの配信やってた、配信中に覚えようと思ったけど、ネタバレになるから覚えらんないや。コロッケいただきます。おいしい。コロッケっておいしい。コロッケが一番大好き。本当に美味しい。ショールームで食べるとこんな時間に食べて大丈夫って言われそうだな、だからやだなって思ったけど、今のところ誰も言ってなくてよかった。明日もコロッケ食べよう、明後日も食べよう。私もめったにコロッケは買わないです。寒っ、暖房ついてる。あ、明日は朝リハが終わったら配信します。お昼くらいかな、配信します。で夕方から BSTBS で御社でインターンよろしいでしょうかっていうバラエティ番組私が出演するので、その前後ぐらいで配信できたらなって思ってます。6時。なんで昼と夕方に明日は配信できたらなって思ってます。あさってはお魚イベントが終わったら配信します。しあさっては平日か、平日はちょっと見えません。なんか美味しい、コロッケ最高。毎日食べよう。
ッシュワングランプリ、めっちゃおもろいイベントです。超楽しみ、ここ最近のイベントで一番楽しみかもしれない。来ますか皆さん、日曜日の日比谷でのイベントなんですけど、あのもうそれこそ本当料理選抜のメンバーがみんなそうなので、そのメンバーで出るこういう活動をしようよって感じなんですけど、こういうイベントに料理選抜のメンバーで出れればそれでいいのに、てかそれでいいのにっていう感じの本当お料理に特化したイベントなんですけど、私たちの出番に来てほしい。ライブ、ミニライブ見に来てほしい。歴史的なライブになります、これは完全に。撮影可能ですか、どうでしょう、わかりません。10時に行ったら早すぎ、どうでしょう、わかりません。私たちの出番には早いかもしれないけど、屋台とかあるからご飯とか食べたら、おいしいこれ、お魚、さかなクンさんもいて、あ終わっちゃう、さかなクンさんがに会えるかもと思ったらめちゃくちゃ楽しみ。魚の子っていう映画があって見たんですけど、めっちゃ良くて、本当に私にぶっ刺さった、私の胸に心に。でさかなクンさんのこと大好きになっちゃったので、会えるのすごい嬉しい。だけどそれもそうなんですけど、本当にライブが歴史的なライブになると思います、楽しみ。腰痛が、腰痛、なんと皆さん聞いてください、これをいただきました。知ってますか、これは岩立チーム B の千秋楽に B のメンバー全員に渡されたものらしいんですけど、私チーム B の千秋楽行けなくてこれもらってなかったんですけど、なんと今もらいました。2月とかじゃない、2月とかだよね、もうほぼ10ヶ月ぐらい経ってからいただきました、チーム B、 岩立チーム B。 でも今日のメンバー岩立チーム B 多かったんですよね。私、ひーちゃん、ちおりさん、ちゃけ、せいちゃん、5人もいた。8人中5人が岩立チーム B で、私は今日千秋楽をやっと迎えられました。これで佐保さん
ェーイ。 B B B ブルーローズ、確かに。アハンドムーン、うん、これは違うな。ブルーローズって誰だっけ。ダダ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 ダ、どこかであなたを抱いた気がしてた。鎖骨の形を知ってる。ダダ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 ダ、愛を求めたありえない青い花みたいな、いつかの夜、奇跡なら一度だけよ、ブルーロー、ありえない、チャ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 、奇跡ならもう一度だけ、なんとかブルーロー。でね、全然知らなかった歌詞歌ったことないや。でもああいうスタンドマイクのかっこいい曲に超憧れてて、やったことない。コンフェッションとかやってみたいんですよ。で、雷鳴もずっとやってみたかったけど、今あのスタンドマイクじゃないけどチーム A の全体曲でやってますね。ちなみにこのブルーローズは入浴剤、入浴剤でございます。コンフェッションやってみたい。アハンジョベイビーのなんちゃちゃん、チャ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 、すがるよな目をされたって、あんたのままじゃない。これ何かのコンサートでアミナさんが歌ってたんですよ。で、私はアミナさん推しだったので、その動画を何度も何度も何度も見ました。アミナさんって甘くて可愛いイメージだったのが、この曲でなんかギャップですごい好きで、たくさん見ました。何度も見た。アハンジュベイビードメンとか、歌詞わかんない、何度も見ただけなのに。フォルテシモって言うよね。懺悔はいらない、ずぶ濡れのままで、ラチャチャチャ、すべてのね、懺悔はいらない、愛が消えるまで祈りは通じないよ。アハンジョベイビーのジャンジャジャン。もう全体的に歌詞が分かんない何度も見たのに全体的に歌詞が分かりませんでした。やってみたいんだナターシャ、君の名前を何度呼べばなんちゃちゃちゃ、絶望のなんちゃ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 。もうさ、かっこいい系のスタンドですよね。でもこれは実は群馬のツアーでやりました。何年も何年も前。 Don't make me love らしい。 Don't make me love ってことか。服は自由ですか。違います。あ、フリークスストア、フリークスストア、うん、名前忘れちゃった。カスタネ、カスタネって読むのかな、あれ。カスタネです。全部教えた。オフショットもっとないの。もっとあります。もっとあるんだけど、なんか載せすぎかなってとか、なんか思われたら恥ずかしいしって思って載せずにいるんだけど、とこのショールーム期間は皆さんへのなんかありがとう的な感じで、なんかオフショットを載せれたらなとは思うんだけど、いや皆さんは何度も載せてって思うかもしれないけど、メンバーとかが
思いそうじゃない？いやマリア乗せすぎでしょみたいな思われたら恥ずかしいかな。でもでもあと2日間でたくさん乗せないと。あ、そっか、月曜日ですもんね。そっか、あと2日でもうなんだっけ、週ブレあれなんで、見てください。ぜひ気にしなくていいよ、もうみんなが見たいだけじゃん。明日明後日絶対載せます。動画もいっぱいあるからリールにしたいんだけどね。コロッケ部個人ランキング第4位。え、どういうこと？コロッケ部が今4位、それともコロッケ部の中で私が4位ってこと？分かんない。皆さんコロッケ、無料コロッケお願いします。なんか個人ランキングとかもあるみたいですね。これなんかないんだ、いつものこの左上とかにあるイベントの、そういうのはないんだ。なんか何位まで何ポイントとかもないんですね。今コロッケ部が4位ってことはビリってこと？コロッケなー、課金コロッケ、課金コロッケ、ありがとう、ごめんなさい、ありがとう。無料コロッケでいいよ、ありがとうございます。私が気づいてないだけで他にもあるかも。三角おむすび群マニア、ありがとう、おむすびありがとうございます。おむすびとコロッケ合うよ、最高の組み合わせ、ありがとうございます。コロコロコロッケ、おいしい約束。今はコロッケ部4位でマリアはコロッケ部の中で4位。ええ、コロッケ部4位ってことはコロッケ部ビリってことか。まあでもコロッケ部忙しいから、実は忙しいし、コロッケ部はコロッケ部だって、ゆずちゃんも一緒に帰ってきたし、公演終わって服部は舞台稽古中だし、まあみんながみんなできる環境にいるってわけでもないし、いや私もね、もうね、またショールームイベントやるんかーいと思って、もうやんないよって思ったの。もう私はやりません、もう私はもうノータッチでいきますって思ったんですけど、なんとこれはなんと自分の結果じゃないんだよね。自分なんかチーム戦だから、なんか連帯責任になってしまうっていう、なんか自分だけの結果じゃないから、やりませんって一人が言っちゃったらチームが終わるからっていうすごい仕組みになっていて、やるっきゃないですよ、チームのために。でも、まあ、せっかくやるなら納得はいってないけど、もうやるしかないから、やるならいろいろ楽しいことをやりたいし、コロッケ部応援してくれてる皆さんに楽しんでもらえるように、あと私の配信見てる方とか応援してくれる方にありがとうって気持ちを伝えられるように、なんか配信いろいろやってみたりとか、いろんなことやってみたりとかしたいなとも思ってるし、あとはシュープレのオフショットも皆さんが望むならたくさん載せたいですし、でも今日はさっき帰ってきたし、公演終わりってことでただただおしゃべりしちゃっててすいません。けど、まあ、料理配信とかもしたいですね。あとは
おじさんを同時視聴 TVer で一緒に見よう配信とか、あとは明日は御社でインターンよろしいでしょうかが放送されますので、それを一緒に見たりとかできたらなって思います。あとは食べたりとか、コロッケ食べたりとかね。明後日は一緒にワールドカップ見よう。いいですね。見ましょう見ましょう。明後日はでもお魚イベントが、予告で中華鍋振ってた。そうなんです、私の真骨頂を見せられる番組です。もうお料理選抜って感じ。中華鍋振ってました。ぜひ見てください。中華鍋振れるの？はいはい。みんな私を誰だと思ってるんですか？中華鍋を振ってきたんです、2年間学校でずっと。それも女子の中で一番上手でした。自分で言うのもあれですけど、本当に。で、まあ、数年のブランクがあって久しぶりに振った様子が BSTBS 御社でインターンよろしいでしょうかで見れます。もうさ、見てください。なんか検証員にならなかった。もうだから2年間中華鍋振ってきたの。中華鍋を振ってきたんです。2年間私は中華料理を専攻して1日毎日中華鍋を持ってきたんです。でそれを数年のブランクがありまして振った様子が BSTBS 御社でインターンよろしいでしょうかで見れます。もうなんか自分で何喋ってるか分かんなくなってきた。最初からだけど。テンポ早いだよね。なんかよく分かってない自分でも。今自分が何喋ってるのか。落ち着こう落ち着こう落ち着こう。落ち着いたら寝ちゃうよ。早い早起き。テンション高め。お酒飲んだ人みたい。飲むわけ。さっき帰ってきたし。これ平常心になっちゃったら寝ちゃうよ。寝ちゃダメだよ。一度寝ると冴える。いや一回寝たらもう配信時間終わっちゃうよ。お風呂も入りたいよ。アドレナリン出てるのかな。そうかも、さっきまで公演してたし。出してこ出してこ。でもちょっと12時までできないです。ちょっと今日は明日の振り起こさなきゃ。早寝だし、早寝しないと。でもお風呂ゆっくり入りたいな。今日の英語会見ましたか皆さん。私はちょっとやらかしちゃいました。今日の公演実はもう自分にドン引きした瞬間がありました。今日は気づいてないならそれでいいです。
靴を間違えました。でも映ってないと思う、生誕祭だから。人と違う靴を履いてました。結構長い時間めっちゃショックだった。でも衣装さんにバレなかったかも、何も言われなかった。優しい衣装さんだったからかな。もう出た瞬間気づいた。雷鳴でテレレレレン出た瞬間、あれなんか歩きやすいぞと思って見たら、歩きやすい方の白いブーツを履いちゃってて。でもみんなひーちゃんの生誕だから、みんなひーちゃん見てるかなと思って。なんでそんなミスね、なんでですかね、なんででしょうか。そう、なんかいつもと違って踊りやすいぞと思ったら、ヒールが入ってない最後のアンコール曲のブーツを履いて出ちゃって。まあでも頑張って最後まで踊り通したけど、本当は履けたいぐらい恥ずかしかった。ちょっとうまい。着替えだからね、焦っちゃうしね。衣装さんも全員の確認する時間も意外とないしね、うん、でも音程までは絶対に映ってないと思います。よかった。ひーちゃんの生誕、一緒に公園出たの本当何年ぶりとかだったんだろう。すごい久しぶり。そう、マリア可愛くなったね、ありがとうございます。そうかな、私は今日自分の写真見て、うわ全然可愛くないって思いましたけど、今日は漏れない日でした。とっても。だから明後日のお魚イベントは漏れる日でありたい。髪型はどうしよう。このインナーカラー見せたくないんですよね。恥ずかしい。恥ずかしいっていうのはあれだけど。だから昨日の仕事とかもインナーカラー隠してました。恥ずかしい、なんか似合ってないから恥ずかしい。違う色にしたい。ね、見せてこうよってみんな言うけど、うん、でもお魚イベントの日はやりたい髪型があるので、インナーカラーも考えて決めたんでしょ。でもこれはなんか仕事でやんなきゃいけなかったのでやってる、自分の意思っていうわけではないですね。でも似合うようになりたい。でも色によって全然印象変わりそうだな。うん、なんか URL 送られてきた。何？あ、フィッシュって書いてあるからお魚イベントの URL かな。
その青い花はバラ、これはブルーローズの入浴剤です。チーム B の千秋楽ので配ったものを今もらいましたタイムスリップした気分。お風呂に入れたら溶けるんだろうな。でもこんな時間経っても綺麗なまま。ありえない青いバラみたいな、いつかの夜、奇跡なら一度だけよ、ブルーロー、はい、はいはいまあこの下りも2回目お、コロッケ部のグループラインが動いてます。レイヤーってやつを入れるといいのかな。私レイヤーめっちゃ入ってます。お、どんな話を。秘密です。報告って感じ。報告、報告し合ってる。帰らないおじさんは TVer でお願いします。さよならの金縛り好き。うわー、なんかさ、やっぱ違うチームの公演曲って歌わないんだなって今すごい思った。あんなに歌ってたのに。さよならの金縛り、悲しくて動けない、あなただけ聞いてしまう、ドアが閉まるでおしゃだっけうん、目がしょぼしょぼしょぼ。また明日無料コロッケ集めときます。ありがとう、お願いします。コロッケ集めお願いします。コロッケお店で売られるとしたら皆さん買いに行ってくれるんですかね。それの販売が一応メイン競争なんですよね、多分このショールームよりも。でもそういうのまだ発表されてないんですよね多分。どうすればコロッケ集められる、なんかチャレンジってところからもらえるのか、他の人の配信を見てたらコロッケがたまるとかでしたっけ。マリアおすすめならマリアです、お願いします。よく間違われるんですけどマリアです、お願いしますメニューからチャレンジだって。個人ランキング第4位し水。 AKB メンバーの配信を一定時間見てたらもらえる。在庫に上限があるから差がつく。在庫、他のところ行ってたけど全然増えてない。でもなんか他の人の配信を一定時間見てたら増えるって言われたんですけど、でも一定時間ってどれくらいですかねチャレンジから受け取りしないとダメ。1日10個しかもらえない。そうなんだ、そうなんだ、すいません、私も無知で全然教えられない。ちょっと待ってください、今調べます。今回ルールが特殊なんですよね。なんか星とかじゃないんだもんね。来た来た、これね、読むよ。対象ギフト、コロッケ。
対象の無料ギフトはチャレンジより獲得できます。チャレンジはメニューをしてチャレンジから確認できます。無料アイテムは1ギフトごとに20ポイント期間中に最大10個かける7日間なので70個獲得できます。なんだけどグループラインで言ってたのが無料のギフトは1日1回一定時間誰かの配信を見るともらえるらしくて次の日に持ち越すこともできるみたい、まあ、とりあえずチャレンジなのかな？なのかな。メニューでチャレンジをしたらコロッケがもらえるということです。お願いします。そうですね、やっぱ1日10個のみですね。私にください、無料コロッケ毎日10個。私にください。他の食べ物は使わないでください。コロッケだけ、コロッケだけ使ってください。コロッケだけ使ってください。あ、コロッケしか選べない。あ、そうなんだ、どれか選ぶんだ。同じグループなら誰にあげてもいいの。だから私にください、私にください。あ、みんなにあげれるの？一人に10個で全員に10個ずつあげれるの？もう分かんなすぎてすいません。私も今からショールーム見に行けばいいんだ。でやってみよう。てか私もやろう。誰、コロッケ部にコロッケを投げよう。待って待って、メニューチャレンジ、なになになにこれ、チャレンジコロッケ、コロッケ、コロッケもらえない。コロコロコロッケ、おいしい約束。コロッケ部、あ、ゆずちゃんやってるよ、ゆずちゃんやってるよ。入室コロッケ、あれ、コロッケ、ダメだ、コロッケがまだ獲得できない。視聴しないといけないんだね。え？すごい、コロッケ部の LINE が動いてます。つい返事、一瞬で返信しちゃうような可愛い LINE が届きました。とコロッケ部誰がやってるかな、やってないかな、やってないかも。誰かの配信15秒見ればもらえるだって。じゃあ15秒見よう、ゆずちゃんかわいい、めちゃかわいい。コロッケが欲しいです。だってかわいい、私なんてただコロッケなのにかわいい。え、コロッケ全然もらえない。15秒以上見たよ。
そしたら、そしたら、あ、でチャレンジをもう一回押してみるのかな。チャレンジ、あ、もらえるもらえる、もらえた、コロッケもらえました。よっしゃ、でもらったコロッケをゆずちゃんに、ゆずちゃんに今からコロッケを投げます。いくよ、投げました。10コロッケ、10コロッケ投げてよ。ゆずちゃんに10コロッケ投げました。10コロ。これ私たちもさ、メンバー同士でね、あ、やばい、投げた瞬間閉じちゃった。ゆずかわいい。ランキングとかどこで見れるんですか。どうやって見れるんだろう。チャレンジから見る？イベントページじゃないんだ。いや見れないな、チャレンジ。ゆずちゃんのページから見れるかな。ゆずこい、ゆずこい、あ、これだ、はい、見れました。キブ、え、たこ焼き部1位、おー、オムライス部2位、デザート部3位、コロッケ部4位。あー、エリちゃん、エリちゃんがコロッケ部のエース。エリちゃんありがとう。あ、こんな細かく全部見れるんだ。こんな部活ごとの順位とかあるんだ。エリちゃん可愛すぎて私びっくりしちゃって。エリちゃん、なんであんなに可愛いんだ、エリちゃん。十コロどうぞ、ありがとうございます。十コロ、三位になった。お、イエーイ、三位、三位。明日は11時ぐらいからやります。11時ぐらいからやって、18時ぐらいからやります。午前11時、11時ぐらいにリハが終わるので、終わり次第やります。ハルピョンさんが初訪問。え、ハルピョンさんって、ハルピョン、ハルピョン、お魚イベント楽しみだね。
ハルピョンとね歌うところがあるんですよ。そこが超楽しみね。いや本当に楽しみすぎる。偽ハルピョンかな。今日やっとシュープレ買いました。ありがとうございます。ありがとう。私もコンビニで見たんだけど、表紙のところに清水マリアって書いてあって、あ、自分の名前が書いてあると思って嬉しかった。お風呂に入りたいな。買わなかったの？もらいました。事務所に届いた出来上がったものをもらいまして、ゆずちゃんがありがとうって言ってた。ゆずこい、もっとページ増やして。え、あれでも私すごいたくさんあるなと思ったんですけど、すごい贅沢だな。私なんかがシュープレにあんなたくさん乗っちゃって贅沢だなって思ったんですけど、皆さんはもっともっとって思ってくれるんだね。ありがとうございます。私はそんなたくさんシュープレというすごいところにたくさん乗れるようなあれじゃないので、あんな8ページも乗れただけですごい。マリアだけで一冊落ち。そんなこと言ってくれる方がもっともっとたくさん増えたらいいな。そしたら写真集も夢じゃない。写真集、いやでも本当にその撮影が楽しくて、写真集いつか出してみたいって初めて思いました、正直。なんかいや写真集私はない、ありえないなって思ってきたアイドル人生でしたけど、出してみたいっていう夢を抱いてしまったよね。でも今の私じゃ到底それは程遠いので、本当に出すためにも頑張らないとね。コロッケ部のラインが動いてます。素晴らしいことだよ。声に出していこう。うん、今初めて声に出した、声に出してみた。でももう25歳だからね。そう、すごい話は変わるんですけど、明日やる御社でインターンよろしいでしょうかが6時半からなんですけど、 BSTBS でその前の枠の6時からの番組がトムさんの番組なんです。だからトムさん見て私を見てっていう風にできます。明日は見て、すごいよね。だからトムさんの番組を見た人も見てくれたら嬉しいな。うん、続けて見れる、いいよね。トムさん会いたい。でもやっぱさ、チームが違うと全然会えないんですよ。七瀬とも LINE してて、最近七瀬に会ってないから、七瀬もマリアにずっと会ってないって、会いたいねっていう LINE をしてたけど、やっぱチームが違うから全然会えない。悲しい。トムさん今配信してる。そうなんだ。
バチコイ休止。そうなんですよ、バチコイが休止だけど、まあ、休止だしね、まだあるし、放送見てください、見れる方は。でもこんなに続いたこと自体がすごいんですよ。うん、バッチコイ 4、5年続いたですよね。すごいこと、いつこんなに長く続くと思ってなかったし、番組を始める際も本当ワンクールだけかもみたいな話で始まったらしくて、いやすごいよね、観覧ね、観覧最後までやっぱね、コロナ、すごいですよ5年はね、素晴らしい、うん、テレビの音ずっと入ってた、もしかして。鼻引っ張ったらどれくらい伸びますか。これ毎日のように来てるんだけど、どういうこと、鼻を引っ張るって、どういうこと。屋上で歌ったのもいい思い出、わかる。屋上で歌ったの、あれは本当コロナで全然千葉テレに行けなくて、ですっごい久しぶりにみんなで集まって収録した回が屋上を使ったんですけど、すごい思い出、すごい嬉しくて、なんか久しぶりにみんなで集まれたことが。でもバッチコイがさ終わっちゃったら、もう関東メンバーで集まることもなんか難しくなるんだろうなって思ったり。柔らかい花が好きで聞いてみました。柔らかい花って何、人によって違うの。私顎が柔らかいです。うん、ニキビができてるんですよ。骨はここにある。あ、ここ骨じゃなくて、あれ知らない人もいる、この顎。もう当たり前すぎて言ってなかったけど、顎柔らかいんです。うん、すごくない。あ、でもちょっと硬くなったかな、前に比べたら。触ってなかったからかも、最近。見て見て、わかんな触らなくなりました。前はすごい触ってたし、触らせてたけど、いや、ここ数年ずっとほっといたけど、久しぶりにほっとな。すごくない？これ骨ここだもん、だってここ余分な顎です。お風呂でほぐしてあげよう、こうやってあ、寒いと硬くなる？冷えてどうですかね、うん、やばい、もう12時になっちゃう。お風呂に入ろうかな、明日も早いし、覚えなきゃいけないことあるし。すいません、12時までできなくて。全然1時間もできなかったね。でも明日はやります なので、じゃあこれからは料理配信したり、食べる配信したり、帰らないおじさん一緒に見る配信したり、あとはシュープレーオフショット乗せたりとか、コロッケ食べたりとかしますコロッケ食べよう、一緒に。
ロッケ部タイムテーブルね、それをね今ねずっとグループラインで言ってるんですけど、なかなかね予定をね立てられるスケジュール立てね、あのお仕事内容によるんですよね、スケジュールが見える、それの全員が分かるのが難しくてちょっと遅くなっちゃってるけど、コロッケ部も他の部活みたいにみんなのスケジュール出そうっていう流れになってますので待っててください。じゃあ皆さん明日は11時から配信、11時か11時半ぐらいからかなやると思いますので、ぜひお昼コロッケください。昼11時あと夕方6時ぐらいから多分やります。夜は分かりません。とりあえず11時と6時ぐらいでやるってことだけ決めてますのでお願いします。コロコロコロッケおいしいエクスク、じゃあランキング読みます。20位、まさやとりひらありがとうございます。19位、ちづこしゃんありがとうございます。18位、チャーぐんマニアありがとうございます。17位、同胞あおいありがとうございます。16位、ファワジーありがとうございます。15位、ひろのりぐんマニアありがとうございます。14位、コバ群マニアありがとうございます。13位、ヤッチ日霊フーズのコロッケ、あ日霊最高ありがとうございます。12位、モンゴリアンプッチョありがとうございます。11位、キソオーパありがとうございます。10位、電車さんゆいゆい神推しありがとうございます。9位、ジャン群マニアありがとうございます。8位、水まりしびこ群マニア、しげこちゃん続きが見えないありがとうございます。7位、マーボありがとうございます。マーボ6位、三国屋善次郎群マニアありがとうございます。5位、土地太郎ありがとうございます。4位、みやこブルー群マニア研究生ありがとうございます。3位、りょう公演楽しかったありがとうございます。2位、おなお群マニアありがとうございます。そして1位、三角おむすび群マニアありがとうございます。どうにか三角、素敵な三角関係っていう歌がありますね。チームへコロッケありがとうございます。三角さん、コロッケタワーありがとう。皆さんもコロッケありがとう、本当にありがとうございます。コロッケだけを投げてください。ありがとうございました。じゃあ明日からもよろしくお願いします。じゃあみんなおやすみ。コロッケイエーイ、コロコロコロッケ、おいしい約束。バイバーイ。